えマサトです。えおはよう、えこんばんは。えー、農家とのお返しでお送りしています。え1分間に委託。今日も、つく草チャンネルのニスとのからが、え中国、ガチ経済カウントダウンですね。後代に続き、この、え平円平縁も、この、香港ですね。高等裁判所に、えこの債権者から、この、お申し立てがありますね。え詳しくはこの説明、サムネ欄を、お紹介していきたいと思います。中国経済ガチカウントダウン。え暗黙の政府保障もなかった。 碧桂変の債権者が香港高裁に法的整理を申し立て早くも株式市場を爆下げ、えー、情報統制も外国人投資家には逆効果ということで恒、えー、大に続き、えー、このまた、うん、この法的整理ですね債権、えー、者がこの、えー 香この中国のこの債権に対してこの外国投資家が暗黙の共産党の政府の後ろ盾りであるではないかということで実際この物件付き買ったりもなかなかこの中国本土のあれですね処分できないということで香港でこの恒大も判決が出てますけどこの 申し出てですねもう整理このきちんとしなさいという申し出てきますけど中国の裁判所があまあ結局は習近平の声の一言ですけどこの暗黙の保証政府の暗黙の保証またこの担保の価値がないということでこの外国の投資家も逃げてますねまずそれと、うん、情報統制ですねこの あの売り買い物件そういう相手の内容をよく知らないとこの株式投資はできないですねそういうこの相手のそういう企業の中身情報ですね情報しないのでこの債券このこの株ですねそういうまあ投資しますので投資の対象としていいか悪いかその判断する情報がこの。 中国はスパイ防止ということで、えー、取り締まっていますのでこの外国投資家があこの逃げ出しますね、えー、そういうおこの高台に続き壁平も債権者がこの、えー、利払いがおしてないので債権者がこの香港の交際に、えー、この整理申し立てをしてますね、えー、引き続き注目していきたいと思います、まあ、改めてこのサム,、えー、サムネの説明欄も見て、えー、していきたいと思います 中国経済価値関東だ暗黙の政府保障もなかった碧桂園の債権者が香港交際に法的整理を申し立て早くも株式市場爆下げ地方統制も外国人投資家には逆効果あ本当にこの特に、えー、不動産市況ですね大都市この北京上海、えー 経線かな経線のはまだまだいいけど地方都市、えー、三流四流都市は厳しいということで、えー、この値下げがこの止まらないということで、えー、この日本のバブルと同じ崩壊と同じで東京大阪のあれは値下げはほぼ止まったけど、えー、地方都市は止まらないということでまだまだデフレ感ですねまだまだこの 注目、経済、中国の経済を注目していきたいと思います。えー、まだ引き続き、情熱傘チャンネルのニュースのト画ガーをオーチングしていきたいと思います。えー、マスートです。このマスタートの,の YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、ボタンとよろしくお願い,いたします。また聖書を学びたいというお友達を募集していますのでよろしくお願い,いたします。次回の、えー、1分間に特おをい,いたしましょう。マサトでした。終焉です。パシャンプルジュー、シャロム、シャロム、シャロム。